はい、おやしたー、私は広島県三原市の三平商事の大と言います。今日も動画頑張っていきたいと思いますんでよろしくお願いします。今日の動画は何をするかと言いますと、ちょっといろいろ考えて思いついたこちらになります。ここですね。ここはまあ、時計が上にありまして、その下にパンヘッドのプライマリーカバー、このプライマリーカバーもですね、実際、ここの部品が欲しかっただけで一応これ買ったんですけど、で時計はもともとあって、その下にそのパンヘッドのカバーなんか使えないかなと思って、あそこへ取り付けました。それもポスターも、それもう古いポスターなんですけど、その上にもう適当にビスでこう打ち付けて、何の意味もない飾りになってるんですが、そこ前からずっと気になっていたので、ちょっとこの辺をかっこよく、時計も生かしつつパンヘッドのプライマリーカバーも生かしつつ何かできないかなと思って、ちょっとひらめいたので、ちょっとその辺を今日の動画でやってみたいと思います。はい、ということでちょっと一旦外します。まあ外しますと言ってもこれ引っ掛けてるだけなのですぐ取れます。もうこんな時間です。それでプライマリーカバーはまず時計をバラします。これが小さくてバレないかな。取れた。はいはいはい。うわー、なんか大丈夫俺。これがこう来て、まあ一応やってみるか。これ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 、なんかかっこよくないですかねえ。ちょっと動くかな、電池入れてみよう。ここか、ほら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 、動いた動いた、見えます。今9時55分なので、わあ、ちょっとおしゃれかも。秒針というか、ここが12 1 2 3 4 5 6 7 8 9。うわー、これでも書かん方がかっこいいかなね。こんなプライマリーカバーができました。時計1個犠牲になりましたが、まあいいんですよ、ね、これをあの壁につけるんですが、ちょっとそれもかっこよくつけたいなと思うので、ちょっともう一度飾り付けをやり直す意味でも
このポスターを、ここにつけたいんですが、前持ってきました、これよ、このいろいろ今プラグをたくさん入れてるんですけど、これをこうつけたいなと思うんです。こんな感じで、はいはい、それでは、取り付けたいと思いますと。じゃないですか。それでこの時計、プライマリーカバーで作った時計をこの辺りへつけると。ただこれはよく時間狂うので、取り外しができるようにここだな、いいんじゃないですか。よいしょ。はい、そんな感じでございます。おー、なんかいいんじゃないですかね。なんか下に工具箱があって、プラグ棚、そしてパンヘッドのプライマリーカバーで作った時計と。はい、できました。はい、ということで、ちょっと内装、ガレージハウス瀬戸内ベースの内装をちょっとアレンジしてみました。パンヘッドのプライマリーカバーで作った時計と、昔買ったこういう小物入れをちょっと飾ってみたというような内容です。はい、ということで、今回の動画を終わりたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。どうなることやらと思いましたが、なんとか形になりました。ということで、もしよろしければチャンネル登録お願いします。励みになります。はい、じゃあ、これで今日の動画終わりたいと思います。ありがとうございました。バイバーイ。今日バイクに乗って撮影したんですよね。でもすごい揺れてうまく撮れなかったんですよね。取り付け位置変えてみよう。